ガミティは J リーグ SC 相模原のマスコットキャラクター。設定上、SC 相模原の運営会社である株式、会社スポーツクラブ相模原の社員という扱いになっている。2015年にマスコットを募集。応募されたマスコットのデザインにダチョウをイメージした可愛いキャラクターがあり、これを採用。相模原市内にダチョウ牧場があることにちなんでいる。 2016年9月25日付の採用となっており、同日行われた J3 大23節 FC 琉球戦のイベントとして入社式が行われた。配属先は広報部ホームタウンか SC 相模原への採用決定を受け、ガミティはクラブと共に育ち、共に戦いながら SC 相模原発展のために頑張りたいと思います。また、広報の仕事以外に、 マスコット業務という大役をクラブから仰せつかり、戸惑いながらもお引き受けすることにいたしました。未熟者ですが、何卒ご指導をご鞭達のほどよろしくお願いいたします。とコメント。一方、ガミティの採用を決めたクラブの代表である、も月重義は、初めて彼を見たとき、少し鈍いかなと思いましたが、真面目に受け答えする姿に誠実さを感じ、 これからクラブが目指す着実な成長にイメージを重ねることができました。またその愛らしい見た目から通常の広報業務以外にマスコットとしての仕事を彼に打診しました。これが採用の条件であると伝えると頑張りますと答えてくれました。今後の彼の活躍に心から期待しています。とコメントした。社員としての担当業務は SNS を中心としたクラブ名を広める広報活動、地域に根ざすためのホームタウン活動、マスコット業務となっており、クラブオフィス、並びに地域での広報活動に加え、マスコットとしての活動を実施。マスコット活動は、スタジアムでスポンサーの広報活動に関する協力を行う。また、多様なメディアへの展開を想定し、主にグッズ、ホームページ、 冊子などの印刷媒体に利用する形で活動してゆく。ありがとうございます。